こんにちは、すずめです。この動画は私、すずめがふと思ったものを紹介する動画です。今日は道路にある警戒標識。なぜこれをやろうと思ったのかは、自分でもさっぱりですけど、忘れてしまった人や、勉強中の人もいると思うので、意義はあるのかなぁなんて考えて作りました。それでは行きます。十字道路、交差点あり。戸型道路、交差点あり。坂戸型道路、交差点あり。T 型道路、交差点あり。Y 型道路、交差点あり。ロータリーあり。右方屈曲あり。左方屈曲あり。右方屈折あり。左方屈折あり。右方背向屈曲あり。左方背向屈曲あり。右方背向屈折あり。左方背向屈折あり。右つづら折りあり。左つづら折りあり。踏切あり。踏切あり。学校、幼稚園、保育所などあり。信号機あり。滑りやすい。落石の恐れあり。路面凹凸あり。合流交通あり。車線数減少。幅員減少。二方向交通。上り急勾配あり。下り急勾配あり。道路工事中。横風注意。動物が飛び出す恐れあり。その他の危険。いかがでしたか？道路にある警戒標識。マニアックですけど、その他の標識も、作ろうかなぁなんて考えてます。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。